私とあんたでーす。こんにちは。こんにちは。チャンネル登録お願いします。お願いします。はい。はい、新シリーズ。1987って書いてありました。そんぐらい昔ない。1987。バリバリの子供じゃないですか。ギャー何今誰？文鎮。私の苦手な文鎮。そうそう。テンション高いな今日は。いや文鎮はねちょっと苦手やから私は。文鎮殺人事件に、あ、よかった文鎮殺人事件ね。めっちゃ俺が捜査するんや。そうやそうや、そらそうや。でも一人では心細いな。おえ、じゃあまだいい、なんでもない、おさんそこの君、うん、お願い、お俺と一緒に、あのね、私ね、ニック基本日本犯人を捕まえ、私ね、本当にね、さんまさんは、うん、もうね、本当大好き。あんなにもうおじいちゃんやけど、まあ。小学校の時に、だって花月見に行っとったよ。小学校の時ってなくて、もっと前か。ちっちゃい時か？花月があって、うん、あの、もうみんなのね、知ってる、うん、あんな阿弥陀ばばとか、うん、あんなもっと前に、うん、一人で舞台で喋ったかった。知らんやろな、みんな。知らん。でな、まあ、あの、まあ、新しいシリーズっていうことで、うん、サンマの名探偵。アドベンチャーゲームっていうジャンルやんやけど、うんうんうん、なんていうのかな、人から話を聞いて、はい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 、画面の中の怪しいところを調べて、うん、で、事件を解決していく。はい。そういうゲーム。はい。の中では、まあ割とこう初期の、あの、まあファミコンのゲームやけど、結構まあ名作って言われてる。嬉しい、それが。名作って言われてること自体がね、もうこのね、関西人にとって嬉しい。とりあえず進めるんやけど、はい、君はあの、さんまさん、はい、さんまって、さんま師匠の、さんちゃんの、はい。助手へ。もうなりたいわ。ってことで。なれるものならなりたいわ。働くことになるわ。はい、はい、はい。しばらく、だから、大阪の中を、あの、探偵の助手として、あの、さんまと一緒に。たいなぁ。さんまちゃんと一緒に。今はね、本当に私ね、あの、操作してもらうから。花束を渡してた人間ですから、はい。な、多分みんな知らんちゃう、うん、最近の若いお子様たちは。で、こっからやけど、まあ、君の名前をまず入れる。え、やばい、本当に名前入れてしまう。あかんあかん。それはあかんね。あ、それはあかん。あの、今日、しこたま飲んだからな。あ、酔っ払ってもそれだけあかんね。私の、あ、じゃあ私で、うん、行かせて。まあ、いつもどれやけどな。は A ボタン、 A ボタン、ファミコンやから A と B しかつかんへん。うん、で終わりや。なに、はい、さんま、あ、ほな、わたちゃん操作始めましょう。はーい。で、あの、まあ、説明書も何もないところから始めるやけど、このもう出たな。あの、あかんの？ええねんけど。あ、いい、あ、いい。まあ今、これあれや。これ関西地方だな。今何もないけど。大阪、大阪でこれ。そう、大阪か、大阪やろ。大阪やけど。かじゃないよね。まあでも、大阪湾、だったら大阪湾の南区やね。大阪湾やね、これ多分。そのあたりを、まあ捜査の。ちょっと待って、何言ってんの？で、最初にな。このおっさんは、うん、おっさん、じゃあ、さんまさんは、ここに入っていいわけ。そうそう、入るんやったら。入ったで。うん。で、この、あのな、じゃあちょっと一回止めようか。え、何止めるって何？いや、あの、いや、いえねえねえ、あのな、あの、まあ、さっきさ、ほら。説明を聞けた。そうそう。あの、文鎮。私の嫌いな文鎮が。文鎮殺されたのね。犯人を探すのね。そう、その犯人を探すために、うん、
まあ、さんま探偵と、あ、もう山村美紗の世界ね。そうそうそう、君はその助手としてやるんだけど、はい、今、で、ここな、今この場所は、吉本興業の、まあ、架空の社長の家や。架空の社長の家だよ。今な。で、このハゲのおっさんのが、まあ、吉本社長。何このなんか身近な話は。本当に？うん。まあ、架空の人物やけど。まあ、じゃあそこ、架空なんや、吉本の社長って。このゲームの。このゲームだけで、もう、わからへん。だって、吉本の社長なんてさ、なんかうちの、笑いすぎ。そこで A ボタン押す。山村美里さんとかさ、本当に。で、この、高行の部屋やって書いてあるやろ。高行って何？高行って何？吉本。あ、そうやん！吉本工業の、工業を当て字にしてな。高行行く。そうやん。だこの人は、ほんまおれへん。何の用だね。で、まあいいや、もう一回言って。A ボタン。もう一回言って。うん。高行の部屋。うん。で、わ、説明するから。高行の部屋今日は、何の用なでな、この今、こう、8個アイコン。で、このグーもあるし、顔も、カバンも、虫眼鏡のこのね、アリ地獄もあるけど、何かなアリ地獄ってないやいいから、はい、何か入って。で、その靴は、この場から出ますよ。あ、外出ますよっていう。まあ、私はね、それは心理学でね、分かった。靴を買いたいっていう女はね、とにかく外に出たい女だから。靴が大好きな女は。はい、それで、ね、で、その、2番目。いや、ほんとそうなんだよ。これな。この、モンタージュ写真は犯人の顔でしょ？そう。いや、犯人じゃないけど。犯人じゃない。まあ、私ね、昔ね、言ったことあるもん。犯人の顔をどんな顔でしたとか言って、警察署で、お尻触った犯人の顔どんな顔でしたって、もう思いっきり言ったら、おじさんたちが一生懸命かかったことがある。いいけど、じゃあ、トークに張り切りすぎる。違う。わしの説の聞け言うてる。はい、聞きます。これは、うん、私、何やこれ。ちょっと待ってな。押したらわかる。本当にね。あ、これ人を探す。いや、あのね。人を探すっていう。何もあやこって。あやこって。友達かなと思った。話を聞いて。今日は、すき焼きを食べて、あ、そうね。日本酒をしこたま飲んだんで。日本酒飲んでなくったって、友達の名前が今、羅列されてた今。聞いて。で、この、はい、これな。これは、猿がね。猿っていうか、まあ、耳。何かについて聞きたいよっていう。見ざる、聞かざる、言わざるで、ね。うん。何かについて。日光東照宮ね。話を聞いて。何かについて、聞きたいですよっていう時に、このアイコン。わかるわ、それは。うん、この目から。な、これはない。これ、お前、何言ってんねんと。いい加減にしろよ。もう、ほんまな。調子に乗ってたらあかんで言ってる時なんです。そう。そうでしょ？うん。芝食いや。関西はもうそう。お前は何を調子に乗ってそんだけベラベラ言うてんのお前っていうのが。そうそう。芝食う時に使うのがこの言語詰まるな。芝食っていう単語ね、うん、2年ぐらい使ってない。ずいぶん使っとったね、ここ使って。使ってました私ポケモンでも何でも使ってたドラクエもずっと使ってた。あ、じゃあ自分が使ってないと思ってただけ使ってたんですね。これはな、画面内にある気になるところを探せるアイコン。虫眼鏡。これはあ、光集めて黒いアリを焼くやつじゃなかった。それ理科の授業だ。なんでそんな小ボケをわし拾わなかった。これはもう見た瞬間に、あ、黒いやつ焼きたいんやなとか思う。小ボケやんか、ずっと。違う。焼くやつかなって。さっき進めていいですか？はい、いいです。お願いします。これはね、GoTo です。違う。あ、違うんですか？いや、違う。GoTo。これ GoTo。GoTo はこの靴や。あ、GoTo 靴。あ、これ違いますか？これは自分のカバンやん。こう、探偵カバン。あ、GoTo じゃなかったんですか？さんまちゃんが持ってるカバンに。ついね、ちょっとね、なんか時事問題かなとか思って。その時までに見つけた道具がこの探偵カバンに入ってるから。あ、そうですか。
そう、使うかどうか。わかりました。で、これが、はい。サンマちゃんマーク。あ、これは、松本さんじゃなかったんですね。ダメだ。あ、これ、え、これ、サンマさんやったんですか？サンちゃんや。あ、そうね、わかりました。サンマさんで。これを使うと、勝手にサンちゃんが動くから。わかりました。うん、でこれは、まあ、まだ手に入れてへんねんけど、探偵メモって言って、セーブ？あ、そうですね。今までの。ね、当時ほら、友達が、あ、え、ごめん、ごめん、ごめん。すいません。探偵メモの。今までの記録を。そうですね。いいか？はい、いいです。ほんなら、じゃあ、今、その吉本隆之、吉本興業の社長のところに来たから、はい、とりあえず話を聞こうかっていうところで。B ボタンでいいですか？いや、いい、B ボタンじゃない。例えばじゃあ、この、話聞きたいから、この、耳の。そうや、もうね、ほんとね、お願いします、社長さん。何について聞こうかな。人について。うんうん、人について聞きます。まあ、誰について聞きましょうかね。あやこっていうのはこの社長の娘。え、友達やの？リアルの話。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、あやこについて聞いてみます。京子とか綾子とかその話したらあかんねん。ギャー星の島の娘じゃん。これ大丈夫か？いやだけど、うん、あ、大丈夫。この、大丈夫です。わしの島の娘、そりゃそうやん。うん、みんなそうやん。うん、誰でもだってそうやん。うん、わしの島の、終わりもう、うん、高雪は、わしは社長、もう私大っ嫌い、こういうの。あのね、私の犬猫の文珍さんに関して、あやことけ、そうそう。あ、そういうこと言いそう言いそうそういうこと言いそうだから、このゲームの中での話やけど、あやことけ、こんなと、文珍さんと、このあやこは、文珍さんはね、本当に私知らんけど、知らんで。例えば、その、まず事件について聞いて。あ、そうだ。そうやん。山村美沙みたいな。文珍くんは。君、探偵の助手やから、ちゃんとし。あ、文珍くんは、金庫室で殺されていた。え、文珍くん殺されてたん？さっき見たよ。あそこには、アフリカの星という誰が、アフリカの星という誰があったんですか、うん、宝石な。多分、犯人はダイヤが目的。だったか、うん、その現場を文珍くんに見られて逆上のあまり殺してしまった。あ、じゃから兄はあのパーティーの出席者の中にいるはず。もうこれね、で今気づいてるわけないけど、山村美沙ですよこれ。今事件のことに聞いたら、この出席者っていう項目が増えたんよ。のりよりしんす、いいの、こんな面白い人出してきて。のりおさんですよ、あの、そうや。あの、つったかな、つったかな。のりおにしんすけだろって、阪神巨人のサブロー、こんな大御所。リアクションが。肉よくるよなんて、私。ちょっともう、ほんとこんなんね。いや、そう。あかんで、こんな人を容疑者に出してくるなんて。私は、これはもう社長に言いたい、ちゃいますって、こんなね、こんな人って、あ、すいません、あいつらがどうしてたかは、じゃあ、あや子に聞いてくれって、そんなの、お父さん、そんなこと言ったらダメ。私はそういう、そういうの嫌。わしはパーティー、もうパーティーとかそんなんちゃうねん。これ大丈夫でな、違う。いいか、じゃあそんなんちゃうねん。先生、いいですか、ね、あ、いいです。あ、すいません。出席者聞いたら、今の容疑者がいっぱい出てきたよ。アリバやん。じゃあ、そしたら、また、人についてで、ね、そうやん、人やんな。増えてんのよ。私ね、さっきの容疑者がほら、増えてるやん。私思うけど、阪神、巨人さんっていうのは、うん、あんな面白い。あの二人は、最近、全、違いますよ。そう、今の話ちゃう。あのね、そんなんちゃいますから、ほんまに。わしの自慢でも。あのね、違う。
あのね、本当に、阪神巨人なんて、あの二人は最近、じゃあ、ちゃうってだからお父さん。お父さんね、本当にね。社長やけど。でも社長でも何でもあるね。大変サブロシロ。あいつあの、あとどれぐらい稼いでくれる？もう十分稼いだはりますやん社長。あいつのあとどれぐらい稼いでくれ？じゃだから稼いだはる、もうね、稼がはったんやん、ね、このマーク行くと、そう、ページ変わるから。とにかく。悲鳴を上げといてくれ。行くよ来るよなんて。今行くよ来るよさえ。大師匠やで。そうやで。じゃ社長ね、そういうのを疑ったらあかんと思う私は。あのもうこれはこれ違うや。まだまだ稼げると思って。違う。これわしゲームのせいで間違えたかもしれない。全然進まない。じゃこのほら大丈夫聞いて怪しいほら。うん、そういえばあいつら、うんうん、この前ほらな、ああ行くよ来るよが今日は、ああ千里がほらほら場所を言うた千里がおかやで覚えとかな千里がまたこう千里って、ね、メモ取るか関西風の場所メモ帳いるか何がいや千里がおかにあびっくりした高人かって書いてあるびっくりした高人は吉本ちゃんよかったびっくりしたメモ帳取るかもうねそこまで来んなかと思ってびっくりした千里ヶ丘は、書いてください。もう、それやったら。阪神沿線ぐらいの感じで。何や誰やあの、あ、阪急沿線ぐらいの感じで。今行くよ来るやろ。千里ヶ丘って、千里が、今行くよ来るの、あの、阪神沿線でお願いします。あの、行くよさんが、阪神、あの、千里ヶ丘って言われました。あれでも、行くよさんも千里ヶ丘は、まだまだ稼げると。あ、違う。あ、じゃあ、行くよ、クリオがそうなんですか行くよさんもクリオさんもが同じですかこれは。ほら。まだまだ稼げると思ってた。あ、これあれ、ちょっと待って、これ、こうやんしんすけ。あ、次、しんすけね、私。これ読んで。駆け出しのくせにギャラを上げろといつも。じゃあのね、私思うけど、しんすけさんなんて全然駆け出しでも何でもないです。ないでしょ西川のりおやで。あ、この時はそうなの。この時はそうなのね。この時はそうだねってことね。何をやってるか分からんやつだ。受けてるか。受けてるから、いいけど。まあ、金稼ぎ。高雪さんが。え、違うやん。え、ちょっと待って、高雪は社長でしょ。そう。あ、のりおがね。のりおがそうだってことね。で、まぁ、あ、ちょっと操作説明続きするけど。はい。で、B ボタン押して戻って。はい。もう一回。で、まぁ、あ、例えばやけど、この虫眼鏡マーク。はい。使うやん。はい。さて、どうしましょうか。で、まぁ、あ、叩いたり、押したり、開けたり、回したり、飲んだり、食べたり、取ったりできんだよ。うん。で、例えばじゃあ、調べるで。調べます。こういう。画面内にあるものを調べたらできる。あ、じゃあトロフィー調べてみます。わしの部屋のものを勝手にいじらんでくれって。いや、じゃあ、何を言うの怪しいものがあったら。何を言うてんの怪しいものがあったら今ので。ロッカー調べます。わしの、私ね、でも本当に最近後悔してんの。何を私、でかいだったらよかったんじゃないかなって。でか刑事、うん、ほう。めっちゃ含み笑いしてるけど。いや、あの、こう見えてもほら、私な、あの、中高時代ものすごく足が速かったの。はあ、追いかけるんか。じゃなくて、マラソンとか、はあ、めっちゃくちゃ、結構、もう陸上も抜く勢いで足が速かったから、はあ、間違えたかなと思った。わしの部屋のものを買って、じゃあ何言ってんの調べたもんな、ね、全部。で、何を叩くのこれ叩くって。選べるよ。押すって何を押すのまあ、こう、押したり。で、開けます。うん、何を開けようかな開けられんの例えば、その他ってやるやん。うん。そうすると、カニカニ、カ
ニカニどこか。と。あ、カニカニどこかに。このカニを十字キーで動かして、はい。開けたかったり、叩きたいところを。開けたいとことか、選べるんだよ。で、そこで A ボタンとか押すと、そこ開けるの。もう開いてるね、これ。やめたかったの。やめた。B ボタンやけど、まあ開けるやったら A ボタン押したら。でこの冷蔵庫みたいな開けるやったら今ので開けたりもできる。何冷蔵庫私開けてなかったまだ私。開けてませんでした私冷蔵庫。あ、じゃあのその他開きます。うん、でこの辺もし開けてみてまあなんかあるやったらそこ開くわ。大事なものなんじゃやめてくれ。何言って調べ調べるわそんな。大事な。調べましょうか。その他。え、だから何？え、なんで開かへんの？何回もやってんのに。こういう時は大体ダメやから。あ、じゃあもう開けてくれへんってことね。うん、もうええわこんなハゲのおっさん。はい。ほなじゃあ一回出るんやったら靴選んで。靴を選びます。で、まあこのこれが娘や。誰の？文鎮と付き合っとった女や。あ、文鎮さん3種じゃなくてね。うん、はーい。あやこさんの部屋や。さんまさん、私さん、はじめまして。私があやこでさ、事件、あの晩、パーティーが始まって3時間ほど過ぎた頃でした。うん、大変だ！文鎮さんが死んでる、うんうん、死んでる声が聞こえてきました慌てて声直した方に行ってみると、うん、文鎮さんが変わり果てた姿で、うん、これが現場の写真です。捜査の参考にしてください。わかりました。絶対犯人を捕まえてみせます。今写真もろたやんか。はい。だから写真がここにカバンに入ってんねん。はい。持ってるもの どないしようかな、うん、で例えばじゃあ調べるで調べます。じゃあどんな感じか。写真を見れば、これ写真やん。写真写真。これこれ。ああ死んではる。死んではる。わたちゃんどこしら。カニカニカーソン でこの画面の中でちょっと。じゃあちょっとこの金庫かな。じゃあ金庫。え違うの。このおじさんのおじさんを調べるの。これどうぞ。いや何でもええで。でも私科捜研じゃないからな。これ現場を調べる。あ。何ですかこの汚いちっちゃい汚い黒いのはこれゲーかな。ゲーかな。はい。ゲロの話か。ええー、なんもな。カタカナでスハグラスハダ。ちょっとごめんなさい。スハダクラブと書いてあります。こういうのヒントになるからスハダクラブと書いてあります。文鎮はん死ぬ前に書き残した書きを残したはるやん。あ、犯人の手がかり。こういうのメモっとかなあかんだよ。はい。何スタバじゃない。スタバ。スハスハスタバクラブ。スハダクラブです。何これいやらしい名前は。これなんかどっかの店の名前ですかね。これスハダクラブなんてね。クラブの名前っぽい。他のね、しょうもない店やこれ。悲惨な殺人事件、殺人現場です。悲惨な殺人。あ、動かしても。もう私知ってんねそんな。なんか何言ってんのこのおっさん。へえ。ちょっと。はい。カニを動かして。え、やめて。カニどこいどこいいカニさんどこい。あ、いや。はい。どうすんのそれ。で、金庫調べたらそこで。調べます。まあ、じゃあ、文鎮調べたい。あ、じゃあ。え、何もないの、ね、じゃあ、終わりやな。じゃあ、この素肌クラブってヒントがとりあえず。じゃあ、素肌クラブ分かりました。うん、そのね、変な店がね。うん、じゃあ、持ち物調べ。それ今やったよ。見せる、渡す。それも、見せるもんも渡すもんもないからええね。で、まあじゃあ例えばじゃあ話聞くでっつって、さんま何について聞こうかな。その人について、人について聞いた方がいいの？聞いたらいいんちゃう？誰について聞きましょうかね。でこのまあこうアリバイじゃない、なんか容疑者について、
じゃあ、あやこさんから聞いていい？まあ、本人やけど。本人。うん。本人にまず取り調べしていいですか？本人に本人のこと聞くやろ。私はぴっかり、女子。ぴっかり女子。あ、ぴっかり女子大の1年生です。うん。18歳。私はぴっかり女子、もうぴっかり、もういかんでいい大学です、それは。それは。いかんまあ、私立だよ、ね。いい女子大ですよ、それは。本当に。三流私立大の名前やな。父は、あ、父ね。父は、仕事が入ったと言って、うん、ずっと部屋に閉じこもっていました。あの晩、金庫室に入って、金庫室には行っていないはずです。うん、金庫室ってのは要するに分地が。なぜって、父の部屋からは、ホールを通らないと、金庫室では行けないのです。うん、そうですね。そうですね。特に変わった様子ありませんでした、阪神は。文鎮について聞かない。間違えた。文鎮。婚約したよ、この人たち。私は文鎮さんが好きでした。結婚まで考えていたのに。そうだ、千里ヶ丘に文鎮さんの絵があります。何か手がかりがあるかもしれません。今ゆくゆくりおが千里ヶ丘にいたけど、文鎮の家も千里ヶ丘にあるんだな。そうです。でもこういうのメモらなあかんのよ。メモってください。私あの文鎮さんは千里ヶ丘のね、豪邸に住んでます。文鎮さん千里ヶ丘に、私は文鎮さんが、あ、もうそんな、ええね、もうそんな。阪神さんはね、特に変わった様子ありません。あのね、阪神なんてめちゃくちゃ面白いな。うまへん。ああ、なんか違うとこ行っちゃった。いやいや、もう一回入ったやで。なんか聞きたいことあるな。あやかさん、え、ちょっと、じゃ、違うやん。私何してたっけ、これ。うん。あ、じゃあ、そ、損したやん。あ、そうだ。あ、人はいいんから。巨人のことについて聞いてないの、私。ここは、おら、あ、巨人さんいない。いや、あの、じゃあ、今、人を呼ぶのをやってるから。何ていうの？これ、これ。あ、こっち、あ、すいません、猿でした。猿で、あの、聞き込み。何じゃ。人について。うん、そうそうそう。で、それで私は今、巨人に行きます。巨人さんが事件の最初の発見者。あ、もう、巨人さん、そうなの？それちょっとね、大変な感じ。巨人が、第一発見者です。特に、サブローさんは特に変わってる人なかったです。じゃあ、素人で。待って、まだ書いて。巨人が、第一発見者でいいの？はい。サブローさんは特に何もなかったですよ。だけど、シローですよ。あのシローがね、ノリオとこそこそ話してたらしいです。シローがね、ノリオとこそこそ話してたっていう情報が今入りました。シローとノリオが、そうなんですよ。残念ながら。こそこそ。はい。素人のりおがこそこそ話していたっていうのがね、今、県警に入りました。はい。府警に入りました。ね？県警な。府警に入りました。府警。で、行くよさんはどうかと言いますと、特に変わった様子ありません。社長はどうかと言いますと、仕事が入ったと言って、閉じこもってました。金庫室なんか行ってないですよ。なぜって、うちの部屋からは、ホールを通らないと金庫室は行けませんから。はい。で、文鎮、あれ？文鎮聞いて。そう。もうこれ聞いてんじゃん。なんなら B ボタンで。あ、じゃあ B ボタンですよ、これね。で。じゃあもう。で、例えばじゃあこういうので、はい。部屋の中を調べてる。ちょ、じゃあちょっと調べさせていただいてよろしいですかね。本当に申し訳ないですけど、じゃあベッドからベッド調べ、ベッド調べさせていただきます。あやこさん、ほんまにええの？別に、かまへんけどって言って、かまわないけどじゃなくて。で、このベッドには何か秘密がありそうやな。秘密があるって、だからもう一回調べる。秘密がありそうやで。
何してみようかな。え、そうなん？ベッドはもういいの？うん。ベッドはもういいの？で、このカニカーソルで、こういうとこ調べると、はい。難しい。ああ！よくわかれへん。え、そんなことない？絶対、なんか絶対。あ、ね、そんなわけない。な？そんなわけない。じゃあもうね、もうええって、この、おじさんな。そんなあの、でーでーとか言うてんの。おじさんってさ、マジで。あ、そうそうそう。この時はおじさんじゃなかったよな、きっとな。今となってみたら。あ、このとこにパンテーがあるやん。パンテーがあったわ。パンテー。パンテーが。これはもう撮っていいですか？撮るやな。これ撮りますよ、私。いいですか、撮って。どれパンテーだけやろ、これ。ゲームや。恥ずかしいだ、みんな恥ずかしい、ダメよさんまさん。ごめんね、こんなやらしいおじさんね、ごめんなさい。何調べましょうかねって、ちょっとその他もう一回行きますけど、どこにちょっと何か。例えばこのこのあ、すみません、なんかこっち調べさせてもらいますけど、これ A、 これ A、 それも A、わたちゃん、こりゃー、ファンサービスやん、もうね、ほんとね、あれやん、いろいろって。もうこれも仕事やから我慢して。そこ行く？仕事やから今日は。今日ピンクやから今日は。もうごめんなさい、ほんとじゃ。よくわからないけど、異常はないみたい。もう、ごめんなさい。もうね、これはもうしょうがないから、これな、自信ないの、あ、わかるわ。わかります。よくわかんない。いや、よくわからへんけど。こういうことができんのよ。何が？あ、これがね。このゲーム。チャームポイントはね、あ、目はチャームポイントなんですね、この。足も締められるんだ。よくわからへんけど、ちょっとじゃあ足もちょっといい。あー、もっと遅くならないかな。ようわからへんけど、一応ないみたいな。な、まあ、もうええや。じゃあもう、これ以上ないんですか、てっぺんとか。特許と一辺とやってもらうし。もう顔はもう目と、上中下と、そうやね。終わりで、上中下。こういうゲーム、とにかく、はい、ええか、はいはい、いいです。いいですよ、なんで、いや、一回出て出る、うん、あ、 B ボタンで、はい、出ます。この足靴で、はい、行きます、帰ります。ほんで、帰ろうかな、まあ、ちょっといい時間になってきたし、あ、はい、あの続きをな、うん、撮るために、はい、一回出て、はーい、うん、そこで A ボタン。出さして、うん、出さして。このお墓のとこ行ってほしいのよ。で、あ、ちなみにちょっと一回止まって。はい。今さ、ほら、こう、めっちゃ増えてるやん、俺。さっきまでこの辺しかなかったんや。上しか。あ、はい。これは操作をすることによって、うん、行ける場所が増えましたよってこと。はい、わかりました、うん、これからまたここ行ったら、うん、行くよ来るよとか、文鎮の家とかがあんのよ。そういうとこに行って操作を。ああ、これも太陽の塔ですね、きっと。そうやな。ああ、そういうこと、うん、そういうところに行ったら、はい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 、でこれで操作を続けていって、最終的にはその文鎮を殺した犯人を捕まえるっていうゲーム。もう無理なく、ええか、もうね、分かる、これ殺したくなったやな。そうやな、はい、ほんで、はい、ちょっとゲームのあの保存セーブをせなあかんから、うん、まずこの墓に何これ、金田一、金田一、あ、金田七、金田七家、さんまくんよく来てくれはりました。僕はあのメンターってのし、あ、金田一さんのね、うん、当たる金田一、金田七康介です、うん、これから先輩としてさんまくんに試練を与えようと思うのです、うん、見事行って戻ってきたら探偵の極意を教えてあげましょう、うん、上から降ってくるものに当たってはダメですよ、うん、行ってらっしゃい、うん
で、これミニゲームやねんけど、はい。この、当たらずにな、これを取って、一番左にある。戻ってこなかった。え、どこにいるの、さんまさん。これ。あ、これ無理よ、これ無理無理。ガッと言う。何言ってんの何言うの、上から降ってくるもんね、当たらへん。で、これ今真ん中に時計が落ちてきてるやん。はい。あ、当たる。あ、そこ大丈夫だな。これを取ったら、もう時計。これ。はい。全部が止まるから。止まったら、ガッと行ってしまえるから。そこまで、とりあえず、ま、とりあえず、目標真ん中や。こんなん行けへん。タイミングよく。ガガッと。ガガッとじゃないでしょここや。これ。何言ってんの？何言ってんの？うまいタイミングで、この真ん中まで行ったの。何言ってんの？いけるいけるいける。違う、違う、違う。じゃあまだやり直しもできるんじゃない？違う。とりあえず行ってみようし。失敗しました。はい、3回失敗したらわしやったるわ。いきません。もう1分やりますか。いや、やるやる、やりますよ。もうね、シャウトすごい。そうそう、あー、やめてやめて、コントローラー離して、やめて言ってやめてやめて、今今行って、早く行って。誰が行くの、私が行くの。君、ちょっと待って、今って何？この間を縫っていくね、振ってくるのに当たらんように。え、無理、こんな絶対に無理。え、だってこんなんこっち行ったらどんどん追ってくるやん、次から。だからそのここやな、ここでどんぶり避けていくね。こうや、こう、こ自分のタイミングで行ってみよう。あ、そう、行き過ぎ、行き過ぎやん。だ、真ん中で止まったらよかったよ。じゃあ、もう一回やるよ。ちょっと起きて。今だから行ったやん、途中まで。違う違う、じゃあ、だから真ん中で止まったんやな、この時計を取んねん。じゃあ、これ真ん中なんかで止まれへんっていうの無理です。いけるって、さっき言ったやん。無理です、さっき通り過ぎたから。いや、無理です、無理です。なわしちょっとやるで。いや、見せて、お手本。これ今取ったやん。で、次戻るね、やって。何戻って。戻らなかった。え、何言ってんの？何言ってんの？戻る。またここまで行ったらええ。ここで時計取ったらまた戻れるから。何タイミングよく。わけのわからんこと言ってる。タイミングなんてないって私に。ここに行くんだ、とりあえず、ここに。じゃ、私にタイミングなんかないよ。ほんなら僕やります。もうなんかもうちょっと起きて、ちょっと起きて起きて。ちゃんと画面見て。怖い、みんな怖い、怖い、みんな怖い。怖い。でこれ撮るやんか。で戻んねん。これいける？そんな動体視力あんの？そんな。ここやな、こうや。あー、すごい、いやはい。あ、やったじゃないですか、さんまさん。そこが、さんま君、あ、さんま君、そこが探偵の極意。うん。そう。操作メモ操作メモです。これでメモを取れるでしょう。はい。
はい。操作メモはちゃんと取っておこうです。操作を再開するときは、コンティニューをすればいいのさ。うん、で、今できるのかな？そりゃそうよ。今できるのか。続きなんだからね。トゥービー。どっか入らない。トゥービーコンティ、え？だ、ここがサンマの探偵事務所や。さ、丸さがな。うん。で、ここで。はい。俺の事務所やで。うん、で、これな。そりゃそうや。ここで。あたちゃん、これから、言うことちゃんとメモしといてや。あの、あかんで。しけ、これがパスワード、ちょっとそのまま置いてて。しけ、あ、あ、あち、あちで。わかんない、ちょっと待って。いい、はい。はい。もう収録一応、こう。日本語が難しい。じゃあ、俺日本語ちゃうわ。え、これ日本語だ。で、これを、これ、ビッチケアって何これ？で、これパスワードやから。あ、あ、そうだ、びっくりした。で、これメモっといて、まだ次やるときに入れたら、こっから始まるで。びっくりした、今。何言ってんのかなと思って、私も、ちょっとなんか、あかんかな思って。あかんな。あかんか。いや、あかん。ちょっとあかんかな思って。いや、とりあえず、まあ、はい、はい、じゃあ、よかったです。まあ、これと、な、画面撮っといたらまた次入れるとき間違いないから。はい、そうですね、うん。はい。これ何や、大丈夫か？え、違う、ちょっと待って。お前からか。前もそうやってんけど、ほら、人のことにパンツに挟みそうな感じ。はい、パンツに挟み込みそうな。何をや？あ、スカートな。スカート、そう。わた、はい、じゃあ、WNL 最近やってないけど。あ、そうやな。まあ、前は。そういうことなんです。はい。あの、まあ、こういうゲーム。あ、わかりました。で、まあ、調べたり、聞いたりして、はい、うん、はい、操作を進めていくっていうゲーム。はい。なんよ。はい、わかりました。うん。まあ、第1回はちょっとこんな感じで、結構かかったけどね。どうしたらいいんですかね、これ。いや、もうとりあえず、あんまりいい、もういいやんな。1回目はとりあえず、ここでちょっと一回区切って、もう40分経った。いや、もうね、次はすぐ終わるから。終わらへんって。はい、はい。ということで、はい、まあ、こんな感じのゲームやでっていうのは分かったかな。分かりました。分かりました。はい。はい、はい、よろしいですか、先生。あ、もうすごい面白かったです。はい。で、これから君探偵の見習いとしてやってもらおうわ。分かりました。もう面白い。ええー、な。はい、はい。はい。では、もう最後まで。はい。いいですか？いいよ。すいません。エンディングや。いや、本当最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。幸せってなんだっけ、なんだっけ、無理はするなというあなた。幸せ